ジャンバティスト製、ジャンバティスト製、ジーン、バティスト製、1767年1月5日から1832年11月15日は、フランスの経済学者、実業家、古典的自由主義の信奉者であり、競争、自由貿易、及び事業上の制約の引き下げに賛成する主張を行った。供給はそれ自身の需要を創造するという、性の法則で知られる。 1767年フランス南東部のリヨンでユグノー、フツカルバンハプロテスタントに属する織物商の家に生まれる。少年時代はイタリア人僧侶の寄宿学校で歴史、イタリア語、ラテン語を学ぶ。1780年に父の商売の行き詰まりからパリに住1785年から2年間、商人の時計として弟と共に イギリスで過ごした後、クラビエールの運営するパリの保険会社に勤めるクラビエールは、ジュネーブの銀行家で1792年に、フランス革命期ジロンド派の大倉大臣、後登獄され国し、1792年に、熱烈な共和主義者であり、フランス革命の成立を大いに喜んだ姓は、義勇兵として、オーストリアプロイセン諸国連合軍との戦争に参加ている。この頃、 アダム・スミスの国府論第ご飯を講読、自由法人主義、レセフェールの思想に系七1794年に、共和主義者協会の主筆となり、1794年から1800年まで、雑誌、哲学の10年、レデケイド・フィロソフィックの編集を務める。その論調は89年の大革命以降、怪しげなものとして見られていた、アンシャン・レジーム時代の思想の中で、 啓蒙主義的な自由主義を復興させようしたものである。彼の属した集団は、理論家協会、ラソシエテデス・アイディロックスと呼ばれ、デステュートド・トラシー、アントワン・ディ・スタット・デ・トラシーと共に、フランスリベラル学派の創始、指導的立場となった。1799年のナポレオンのクーデター後に、五民院の財務担当に就任、同年にフランスアカデミーの検証論文に応募するが、 これは、落選、1800年に、オルビー、アルビとして出版される。オルビーは、イの考えた、仮想国家の名称。1803年には、主張、経済学概論、トレイト D、コーノーミーパリティックを出版。しかし徹底した自由法人主義を主張する、この論文著作は、ナポレオンの目に留まり、聖を指摘会合に召喚した上で、 戦争経済の構築のため保護政策と規制について書き直すように要求される。だがこれを拒んだため、同著作は禁止され、1804年にはゴ民委員を罷免されている。なお別のポストへの就任を提示されたものの、当領政府に失望した彼は1805年にフランス北端のカレーに移る用地 l エスエイドーンで、で綿工場を設立。これが大成功し、 1812年には、経営株を転売して、裕福になった、彼は、パリに戻り陶器家として暮らした。ナポレオン没落後の1814年、政治経済学概論の第二版を出版し、イギリスに渡航。デビッド・リカードや、ウィリアム・ゴドウィンらに面会、また、リカードと共に、ベンサムや、ジェイス・ミルを訪問したり、グラスゴー大学で、アダム・スミスが使用していた。 教団に感激したという。1815年にかけて、これらをまとめた手記を出版。ルイ18世の復興生は、生の業績を高く評価し多くの報奨が与えられる。1816年には、王立大学の経済学教官に、昌平。1819年には、王立工芸院の産業経済学の教授として、迎えられ。 1828年には抗議録が出版されている。1819年と22年にはリカードがパリの生を訪問。また20年には J.S. ミルがしばらく投竜した。この頃、生の法則をめぐる一般過剰供給論争が起こる。トマス・ロバート・マルサス宛の書簡、1820年やシモンド・ド・シスモン・リトのエンサイクロペディック・レビュー史上、1824年。 彼らの主張した過少消費説を攻撃した。1831年には経済学者としては初めてコレージュとフランスに迎えられる。フランスリュベラル学派の創設に多大な影響を及ぼした。生はしばしば供給はそれ自身の需要を創造すると要約される。生の法則で有名である。彼は交換経済において交換を前提とした財を生産することは 自動的にその生産者のための同価値の所得の生産を要求するので、ある生産材が経済に注入されると必ずその材を購入するための十分な需要を想像すると主張した。それゆえ、生産量は需要よりは材の供給量で決定されるとした。性の交換経済においては失業なるものや土地その他の資源の有給はあり得ず、もしそれが存在するとすれば、 そこには、取引上の何らかの制約があるとした。正の失業官には18世紀から19世紀、初頭のプロテスタント的失業官の倫理的限界がある。失業の高参照。彼はまた、貨幣は、経済上の影響において中立である、と最初に主張した一人でもある。貨幣はそれ自身の目的のためにではなく、それで購入できるもののために所望される。 貨幣循環の中での貨幣量の増大は他の財の貨幣に換算した価格を増加させるが、インフレーションの原因、材の相対価格や生産量を変化させることはないであろう。この考えは後に経済学者らによって貨幣数量説へと発展した。生の考えは19世紀後半に起こった新古典派経済学に啓示を与えるのを助けた。 性の法則と呼ばれた議論は後にジョン・メイナード・ケインズとケインズ主義の経済学者らによって激しく反された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。